はい、こんにちは。ブラックスクワット、チームデスマッチアウトスキートでプレイしていきます。今回使うのは M4 ですね。久しぶりの M4。結構人気武器、FPS といえば M4 からいけって言われるぐらいね、人気武器で。ブラックスクワットだと、M4 出てきたの結構後の方なんだけど、まあ、最近新武器とかも出てないんでね、普通に M4 を使ってプレイしていきます。さあ、この銃、結構安定していてね、素直な銃で、レティクル通りに飛ぶ、まあ、HK416 とはちょっと違う素直な銃でね、使いやすい、MDR と M4。さあ、慎重に。頭を狙っていきたい。ちょっと外した。ライフ削られたんで、ちょっと立ち回りを変えていく。さあ、下通って、一気に相手の拠点回り。ここまで攻めたら結構ね、強いんだよね。ここで、挟み撃ちにするのが強い。さあ、敵が出てくることは分かってるんで、さっと頭を抜いていく。リロード挟んで、右からチラ見して、おっと、気づかれた。味方が二人行ってるんで。まあ、ここはね、もう任せておいた方がいいかな。青いんでね、復活してきたところで。さあ、赤手に向けてグレを投げるが、戻っていったんで当たらない。おっと、来たけど味方が、ナイス。最後から出てく、いるね。あいつをヘッドショット。ヘッドショットにならない。これもならない。同値になってしまうが。サクッと横から。さあ、なかなかヘッドが出ないですね。こいつはどうだ？頭出た。さあ、奥のやつも頭を。ちょっとエイムが、フルオートのね、コントロールがなってなかったですね。これ、そっか。若干左右にばらけるけど、上下にはばらけないですね。さあ、覗きながら見るけど、どっと左、右か。右から音が聞こえたら、気のせいか。まあいいや、戻っていこう。上いるね。上いる。おっと !SR47 にヘッドショットされてしまった。SR47 相手だと火力でちょっとこっちがきついけど。さあ、落ち着いてヘッドショット出していく。もう一人。手追いか。おびっくりした。なんだ今の、見えなかった。ああ、もう、いるっていう前提で動いた方がいいな、ここは。さあ、ゆっくり、覗いて。あ、くる、いた。通過見えた。さあ、もう一人来ている。さあ、来い。さあ、頭抜いて、もう一人。お、味方ナイスですね。さあ、奥入って。今回はね、6対6なんでね、あんまりバシバシ敵が出てこない。落ち着いて戦っていけるような感じですね。うわっと当てたけど、ヘッドショットされてしまった。もうここ赤点があるから、いるっていう前提で。さあ、ゆっくり入っていく。さあ、出てこい。お、危ない。なんとか頭抜いた。ちょっとライフ的にね、きつかったのもあって。まあ、頭抜きたかったけどね。この銃だと削り合いになってしまうんで、しょうがないか。さあ、一応下を見ておいて、いないことを確認し、おっと手前、さあ奥、エイムして、倒していく。さあ、いつもの得意なところに来て、上か、あ、上の中、おっと危ね、頭抜いていく。さあ奥も、うわ、MP7 にあの距離からやられてしまった。残念ですね。右側、ガラッガラだな。つうか、6人なのに、5人とも裏の方回ってるよ。どうすんだ？こっちちょっとラインを下げて戦いましょう。じゃあ、この辺で、うじうじやっていきたい。サクッとヘッド抜いて。さあ、出てくるぞ、ここ。出て、来ない。お、いたいたいった。あ、危ない。もう一人。あ、ダメか。さあ、気を取り直して。お、結構、夫人がばらけてていいですね。あと上からジャンプしている。よし。さっと、頭抜いて。ラインちょっと下がっちゃったな。あんま動かない方がいいかな。横から出てくるの、待っておこう。さあ、来い。おっと、危ねえ。さあ、もう一人。もう一人来るでしょ。二人見えてる。下がりながら撃って。三人なんとかキルした。さあ、出てこい。危ね。どうしよう、もうこれ。回った方がいいかな。
いる。さあ、反対回って。こっちから。おっと。お、後ろ、背中向いとるやん。さあ、一人やって、もう一人。三人目。完全に裏を取っている。美味しいっすね、今のは。めちゃくちゃ美味しいんだけど、これ、ライフなので。あ、もうダメ、さすがにダメか。さあ、こうやってね、裏を取って稼いでいくのがチームデスマッチのね、勝ち方ですね。やっぱでも正面ね、正面で打ち勝つのが楽しいんだよね、こうやって。こんな感じで負けちゃった。こんな感じでね、倒していくのが楽しい。さあ、適当にグレーを投げるが、近くに赤点。出てこい。左から、挟み撃ちにしていく。さあ、一人やって、上上がって、グレネードだったんで敵が確定。出てきた。おっと？ちょっと、下手か？うわぁ、最悪。あ、一人なんとかハンドガンで倒していく。だいぶクソエイムしてしまったね。あ、つってもなんかすごい勝ってはいるんだな。うわ、二人いる。これ良くないな、今の。よーし、アシストしてもらった。ん？下、降りたらいるか。ちょっとこっちを見てみようか。裏、いるか。あ、出てきた、出てきた。一人出てきた。両方見ておきたいんだよな。確実にあっちから来るんで。さっとこっち見ていないんで。うわぁ、ここに煙巻かれたか。めんどくさいな。どうしよう、これ。ここか。中入ってったら、おい、今二人見えたよ、二人。二人も見えたよ。どうする、これ。さあ、一人。あー、ダメか。奥の人にやられてしまった。さあ、たまには左から進軍していこうじゃないか。お、いい感じ、スモークが張られている。上にいた敵を一人倒して、スモーク溶ける前に。あ、いる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 。おっと、負けた。ま、ちょっと倒しきったと思ってたな。良くなかったな。さあ、上通って、味方が一人いてくれてるんで大丈夫かな。あ、上にいる。頭抜いて。さあ、こっち。で、入ってくるかな？ここから入ってきたやつを頭抜いてくる。いいね、完璧ですね。あれ？おっと、危ない。なんとか当てて。さあ、出てこい。一人やって、右向いて、もう一人やっていく。よし、リロードタイム。危ない。爆弾飛んできた。さあ、頭。あー、抜けない。この SR47 の人、なかなか強いっすね。楽しくなってきた。さあ、たまには右から取っていきたいが、階段登った方がいいか？さあ、一人やって、上から登ってくるやつ警戒しつつ、戻って、おーっと危ない！びっくりした。今、下に降りてった人いるけど、ちょっと気にしない方がいいかな。さあ、リロードして、左見ていく。あ、スモーク投げちゃった。意味ない。下降りて。さあ、カバー入って、でも後ろから撃たれてしまう。いや、もう、この、なんか M4 って武器はやっぱり使いやすくていいですね。ただなんかね、気持ち、MDR の方がね、ヘッドショットを出しやすいんだよね。なんでだろうな。なんか M4 でヘッドショットかなって思っても、なんか微妙に首に当たったりするんだけど、MDR だとそんなことはないんだよね。さあ、直下型地雷。あ、これ、もしかして自分に当たったパターン？おっと、ちょっと今のは雑すぎた。126対100、じゃあ127対80。さあ、残り1分。6対6だと、スコアマックスいくのかな？ちょっと頑張っていきたい。さあ、頭抜いて、もう1人。さあ、3人目。あ、いないか。位置的に敵がいない。いや、いるぞ、いるぞ、いるぞ。そう、いるぞ。爆弾抱えたまま死んだよ。ひどい。さあ、38秒。どうしよう。なんとか。あ、曲がったとこにいるね。さあ、一人やる。何人？三人ぐらいやっておきたい。さあ、こっち曲がって。
いないこと確認しつつ、あ、今ね、右にいたんですよ。一人頭抜いて。そのまま？うわぁ。こんなんなっちゃったか。敵が出てこない。さあ、頭抜く。もう一人ぐらい来い。一人ぐらい来て。あと8秒。後ろ？こっちだよね。もう一人やっておきたいところ。うわぁ、やば。あ、終わっちゃった。あと8キルか。ちょっと惜しかったな。もうちょっとなんか突っ込んでやってれば行ったかもしんないけど。まあいいか。人数少なかったな。はい、そんな感じで久しぶりに M4 使ってみたんだけどね。まあ、使いやすい銃で戦いやすかったです。まあ、気持ち前よりヘッドショット出せるようになってきたかな、みたいなね。はい、以上です。